こんにちは。今日は十六資産運用セミナー賢い資産の、守り方を聞いていただきまして誠にありがとうございます。私は株式会社お金のデザインの藤村真希子と申します。なんで最近急に資産運用が話題になってきたのか、皆様もそれで、気になってですね、このセミナーを聞かれてらっしゃると思うんですけども、やっぱりその中心は2つかなと思っています。1つは年金が足りるのかなというお話、もう一つは、足元のインフレと円安で、なんとなく物の値段が高くなってですね、買えるものが減っちゃったんじゃないか、そういうような気持ちから、資産運用が必要かなと思われている方が多いのではないかと思います。実際今まではですね、あんまり資産運用ってしなくてもよかったんですね。なぜかというと、ご存知のように預金金利はゼロですが、同時にですね、物価の上昇率もゼロ、どちらかというとデフレと10年ぐらい前とかは言われておりましたので、そういう状況では、持っているお金をそのままコツコツと貯めていればですね、買えるものもどんどんコツコツと増えていった、そういう時代でした。でも今は、インフレが1年間に 3% とかありますから、同じお金ですと買えるものの量が 3% ちょっとずつ減ってしまいます。そのため資産運用していないとですね、持っているお金が目減りする、そういう難しい時代になってきました。その中で、今日の題名にあるように賢い資産の守り方、いかに増やすかというよりは皆様の資産をどうやって守っていくか、そういうお話をさせていただきたいと思っております。最初に自己紹介をさせていただきます。私は藤村真希子と申しまして、約2年前にお金のデザインに入社をいたしました。それまではですね、大学を卒業、東京大学経済学部を卒業してすぐ、今は亡きリーマンブラザーズという外資系証券に勤めまして、その後も外資系証券や外資系運用会社で、仕事をしてまいりました。ただ仕事の内容は今やっていることとは全く違ってですね、機関投資家向けの資産運用のビジネスというのをやってまいりましたので、私がいつも対するお客様というのは日本の大手の銀行であったり、十六銀行様のような地域金融機関であったりとか、あとは保険会社とかファンドとか、そういうところがお客様でありました。で、ただですね、その後その中でですね、一回2008年から9年の金融危機時には、勤めていたリーマンブラザーズのですね、日本拠点の清算業務、つまり裁判に出すですね、書類を整えたりだしとか、あとは持っている資産を、オークションで売却したりだとか、そんなことをしておりました。で、大学の時は上田和夫ゼミにおりまして、上田和夫先生というのはご存知のように今の日銀総裁です。その先生の下で金融理論というのをしっかりとですね、大学の時に学んでから金融業界に入った、そういう経歴を持っております。で、機関投資家ビジネスからこの個人の資産運用ビジネスの方に、仕事を変えた大きな理由っていうのは、やはり今後はですね、個人にとって資産運用というのは銀行預金を預けておくだけ、ちょっとずつ貯金してタンス預金でもいいからお金を増やすっていう、そういうことではなくなってきたというのが大きなところにあります。これからは上手に資産運用していかないと、インフレによって物の値段が高くなっていく分お金が目減りする、その目減り分をですね、埋め合わせるような資産運用について広く商品を提供したり、こうやってご説明させていただくことが重要なんじゃないのかなと思って、こちらの世界に2年前にやってきたという、そういう経緯でございます。で、まずはじめになんですけども、皆様お金のことは難しい、ちょっとよくわかんないし数字が苦手っておっしゃる方多いと思うんですけども、実はそんなことはないんですね。皆様毎日数字は苦手って言いながらお買い物をしたりですね、それ1円単位で計算しながらお金を使ったり、あとは自分でお金を稼いだり、それで税金をいくらか払ったりって、毎日実はお金とお金に関する数字には関わってらっしゃいます。ですので本当は皆様それぞれ分野は変わったとしてもですね、お金のエキスパートだということは覚えていただければと思います。その上でですね、
今日は難しい数字とか数式は全く出てこないセミナーになりますので、数字に苦手意識が持っている方でも分かる内容になってますし、そもそもお金を毎日扱っているので、ご自身がお金のエキスパートだというふうに思って聞いていただければと思います。で、お金の話がちょっと難しいとかこんがらがって分かんないという方はですね、多分いろんなお金の種類の話を混同している、頭の中で混ぜこざになっちゃってるってことだと思うんですね。で、それなので私はお金の話を7つに分けてみました。一番上が、まあ、今日の話の中心なんですけども、お金を働かせる、ご自身もお仕事して働くけれども、ご自身の資産にもちゃんと働いてもらうっていう話です。これが長期にわたる資産形成、つまり、お金を、資産を守る、インフレと同等化するよりちょっと上ぐらいでは、運用をして、長期で資産を形成するというお話です。2番目がですね、お金を働かせるのもう一個の種類なんですけど、ギャンブル的に投機ということになります。皆さん資産運用というとなんとなく丸2を思い浮かべる方も多いと思うんですね。例えば FX だとかビットコインとか、あとは、まあ、パチンコとかカジノとかもこの世界なんですけれども、つまりお金をかけて運が良ければすごく儲かる、運が悪ければお金がなくなってしまう、そういうことを資産と投資とか運用と思ってらっしゃる方もいると思うんですけども、そこは、長期の資産形成とは全く別の話になりますので分けて考えてください。で、3つ目はお金を稼ぐ、皆様がやってらっしゃることかもしれませんが、これは会社で働くとか副業をするとか、それで不十分だったら転職を検討する、そういうことですね。それから4つ目のお金の話っていうのは、お金で物やサービスを買うというお話です。いわゆる消費ですけど、賢く、消費。例えば、そこのスーパーよりも、あっちのスーパーの方がだいぶ安いとか、あとは節約をするとか、あとは、ポイントを集めるとかもここですけども、そういう消費のお金の話。それから5番目が税金ですね。節税をするとか、ちゃんとNISAをするとか、ふるさと納税するとか、医療費控除をちゃんと出すとかですね。そんなことですね。それから6番目が保険ですね。これは資産運用と運用型の保険というのが世の中にあるんですけども、運用とは別に考えていただければと思います。将来のリスクのイベントに備えるための保険、預金がいっぱいある方はですね、保険を買わなくてもいいのかもしれないですけども、そうじゃない方は保険をかけておいた方が安全だと思いますが、これもまた一つのお金の話で、運用とは別だと考えてください。その他、7番目、お金を借りる住宅ローンとか、そういうお話もあります。こういう感じでですね、自分がお金を話をするときに、何のお金の話をしているのかな、1番目から7番目のうちの何について話しているのかと意識するだけでですね、お金のことはかなり分かりやすくなります。例えば私が資産運用してるんですよとお友達に言うと、いや今は資産運用よりも節約頑張るよとこう言われたりするんですけども、資産運用と節約って全く別の話なんですね。なので節約は節約ですればいいし、資産運用は資産運用ですればいい。この1番から7番は独立の話、つまり一個一個がバラバラで影響し合わないような話ですので、どれか一つを選ぶんじゃなくてですね、できれば1番目から7番目を別々に考えつつ、自分が常にどの話をしているのかな、どこの整理をしようと思っているのかなということを考えてお話をするだけで、お金のことは結構クリアに分かるようになるんじゃないかと思います。ここからもうちょっとお話を進めます。お金の7つの種類、特に混乱しやすい、私が資産運用の専門家として気になるのは1番と2番になります。1番目がお金を働かせる、資産形成として長期の資産運用するというお話なんですけども、これはグローバル分散投資というのが、基本になります。これについては後ほど本格的にご説明をしますので、ここでは文字だけにしております。で、2番目、お金を働かせる、ギャンブル的に投資をする。これは仮想通貨、レバレッジ商品、それからパチンコとかギャンブルとか、レバレッジをかけた FX なんかもここに入りますけども、そういう運用になります。これはですね、やっぱりギャンブルはギャンブルなんですね。
ね、ですから、カジノと同じように一攫千金を狙えることがあります。お金が10倍になりましたということもあると思います。ただ同時にですね、うまくできたもんで、10倍になる確率がある資産はですね、10分の1になる確率も同じぐらいあるんですね。それなので、儲かりますよってお話があるときは、大体そういうふうにどっか投機的なリスクがありますので、あくまで、まあ、最悪なくなっちゃってもお遊びでいいか。まあ、皆さんも、例えばゲームセンターに行って、ちょっとお金をか、あの、コインを買ってゲームをしたりするかもしれないですけども、それぐらいの感覚で、なくなっても最悪大丈夫という範囲でですね、やるっていうことはありかと思います。それなので、お金を失ってしまう可能性を覚悟の上でかける。で、まあ、このお金を働かせるギャンブル的と書きましたけど、この中には実はですね、儲かりますよという話は、ギャンブルみたいに説明されないことがあるんですね。で、それは投資詐欺の可能性があります。それですので、あんまり儲かるよ、大丈夫だよ、安全だよ。安全で儲かる話だったら全員でやってますね。そういうことは普通はございません。それですので、儲かるというお話、これはギャンブルじゃないよって言ってもですね、ギャンブルじゃなければ投資詐欺の可能性がありますので、ここら辺のうんと儲かるようなお話っていうのはリスクがあるので、なくなってもいい範囲でお楽しみいただければと思います。で、それ以外のお金の話、ここはさらっと言いますけども、お金を稼ぐ。これは働く。ただ単に毎日淡々と働くという以外に、ちょっと考えてですね、副業をするとか、転職をするとか、そういうことを考えてもいいかもしれません。で、こうやって副業をする、しながらですね、資産運用をすると、お金が増えるか、速度も早まっていくかと思います。それから、お金で物やサービスを買うっていうのは消費ですね。で、ここに、消費には2種類ありまして、毎日のご飯を買うなどの日々の消費。それから長期的な消費ですね。これは住宅とか教育っていうことになりますけども、ここはですね、やっぱりちょっとお財布を分けて、日々の必要なもの、それから長期的に作って、用意しておかなければいけないもの、別々に考えると分かりやすいかと思います。それから5番目は税金。これは、まあ、日本の国に住んでいる限り、誰でも払わなきゃいけないものになりますけども、それも節税みたいな、ことができます。まあ、詳しくは税理士さんに聞いていただきたいのですが、例えば、今もありますけども、NISA ですね。NISA っていうのは金融商品じゃないっていうのを覚えておいてください。NISA というのは節税枠になります。その節税枠を使って投資をするとか、あと、ふるさと納税。これも別に、まあ、税金が減るってお話ではないんですけども、返礼品、お肉とか、お酒とかそういうものをもらえる納税がありますので、それをやることによって、そのものの分お得っていうことになるので、ぜひ活用すればいいと思いますし、あとは医療費もコツコツとこう、まあ、日々使っていてですね、年間で10万を超えるようなことがあれば、医療費控除という税金の控除の枠がありますので、そういうものを活用されるのもいいんじゃないかなと思います。それから6番目、保険の話ですけども、保険はですね、よくテレビの CM でも、掛け捨てではありませんって言ったりしますけど、そういうものって結構保険料が高いんですね。なので、ちゃんと考えて、保険も見ていただきたいと思うんですけども、掛け捨てっていうのは、本当に、まあ、途中で解約してもそんなにお金も返ってこないですけども、最後の保険はちゃんと払います。で、貯蓄制っていうことになりますと、裏で保険会社が運用してます。で、多分ですね、詳しく契約書を見ると、その運用の利率っていうのは非常に低いはずなんですね。なぜなら今日本の金利が低いからなんですけども、それなので、まあそんな低い金利で運用するよりは、まあ自分で運用した方がいいという考え方もありますし、その、まあ保険の時に運用にもなるからっていうふうに、こう営業が言ったりもするんですけども、資産運用とは分けて考える方がわかりやすいとは思います。その他、住宅ローン、お金を借りるっていう話がありますけども、これはですね、住宅ローン金利が非常に低いっていうことが、私は、この低金利の中で唯一いいことだなと思っておりまして、つまりですね、借りたお金がそれなりに大きくても、まあ、大して金利を払わなくて済む。そういう、特にご自宅の、投資用の不動産じゃなくて、ご自宅を買う場合とかですね、非常に金利が低い。それですので、まあ、金銭的な合理性を考えればですね、住宅ローンってなんとなくお金がちょっとできると繰り上げ返済したくなりますけども、繰り上げ返済するところですね、その、まあ、元本は減りますけども、その元本を早めに返したことに、元本はいずれにしろどっかで全部返さなきゃいけないんですけども、元本を繰り上げ返済するっていうことの意味は、
その分の金利を節約できるって意味なんですけども、節約する金利ってすごいちっちゃいんですね。それよりは、まあ、ご自身で資産運用ですね。さっきの投機的な運用ではなくて、長期の資産形成としての割と安全な運用。これをやった方がですね、利回りが高い。ですので、経済的合理性としては、実は住宅ローンは繰り上げ返済せずに、その分資産運用に回すっていうのが、計算上はいいんですけど、まあ、住宅ローンの場合、負債があるとですね、もう心がとてもこう苦しいと、夢に出てきてるみたいな方は、繰り上げ返済する方がいいと思います。こんな感じでお金の種類を分けて考えていただければと思います。で、ここからが、まあ、さらにちょっと深くいくんですけども、じゃあそのですね、今私が例に出したような住宅ローンは繰り上げ返済せずに、巡航速度で返済して、じゃあその分運用しよう。から長期にインフレ率以上に、リターンが上がるようにしてお金が目減りしないようにしよう、そういう守る長期の資産形成なんですけども、何が大事かっていうのがここに書かれています。資産形成をするっていうと、どれだけ増えるのって、増える部分というのがどうしても注目されてしまうんですけども、実は増える以上に大切なのが減らさないってことなんですね。ちょっとだけ減るってのはいいんです。5% 減りました、まあ、それから 10% 減りましたって言っても、その後まあ取り返せると思うんです。ただ、回復不能なぐらい減ってしまうと、もうこれが例えば100円がですね、10円ぐらいになってしまったら、もうその後頑張って運用してもですね、元手が10円なわけですから、大して増えないんですね。なので、全然資産を守ることにはならないんです。つまり、まあ、安定的に増えるということに加えて、回復しないほど、回復不能なほど減らない。そのためには何が大切かということを、きちんと考えて運用することが大切になります。でですね、これはとても難しくて、じゃあ優良銘柄、まあ、を買えばいいんじゃないかっていうふうに、まあ、一番目思う方がいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱり世の中って予想できないことが起こります。これ左、昔はですね、もう優良銘柄で高配当で、まあ、これ持っておけば日本の国債を持っているようなもんだみたいに言われていたのが東京電力の株なんですね。実際ですね、ここに左側のグラフですけども、過去は割と高値でさ、安定した推移をしました。ただ2011年3月11日東日本大震災が起こって、福島の原発が動かなくなってっていうところで大きく値を下げまして、今は配当も払われていません。配当が払われないうちに昔の数分の1の値段になってしまいます。こうしているとですね、まあ、この株をずっと持っていてもなかなか回復できませんし、じゃあこれが下がった時にもう売り切って他のものを買ったとしてもですね、なかなか元の3000円の財産には戻らないということになります。それから右はクレディスイスの株価、覚えていらっしゃるかどうかは分かりませんけど、今年の3月ぐらいにアメリカの地銀が破綻したことが、なぜかスイスの銀行に波及してですね、クレディスイスの株価がゼロになりました。まあ、UBS によって、ゼロにはなってないですね。UBS によって非常に低い値段で買われましたので、まあ、ゼロに近い値段まで、ここのグラフにありますように、一時期は7、80ドルあった株価がですね、ほとんどゼロになってしまいました。で、クレディ・スイスはスイスの2大銀行のうちの一つだったんですね。ですので、まあ、そんなものがこう潰れるわけがない。有料株だということで持ってらっしゃることも多かったんですけども、こういうことが起こりました。つまりですね、何か一つにかけていると予想がしないことが起こるっていうケースがあります。どんな優良銘柄、今儲かっている銘柄でも事件は起こり得ます。そしてその事件っていうのは地震の予測はできないように予測ができません。つまりですね、何か一つの銘柄、もしくは何か一つの資産クラスですね、のみにお金を入れておくとですね、事件に巻き込まれることがあります。そして場合によっては回復不可能な資産の減少を招くこともあります。つまり逆をやればいいんですね。どういうことかというと、複数の資産クラス、複数の銘柄に投資をすることが大事。つまり分散投資。皆様も資産運用をしようと思うと、いろんなところでこの言葉を聞くと思うんですけども、分散投資をするっていうことが何よりも大切になってまいります。ここはちょっとグラフが出てきますけども、A 資産、B 資産、C 資産というふうに、この3つをちょっと例に出して、A 資産っていうのは毎年ちょっとずつ 5% ずつ上昇しますと。
で、B 資産はそれよりも大きく上がるし、大きく下がる場合もあると。資産 B の場合、オレンジの線ですね。時には 30% 上昇して、次には 20% 下落する。そういう資産があると仮定します。それから C 資産。A に比べてだいぶ上昇します。60% 上昇します。でもその時の日、年は 40% 下落します。そういうふうに、大きく上がって大きく下がるものと、もうちょこっとだけど安定的に毎年上がるものというのを比べると、実はやっぱりですね、減らないってことが大事なんですね。これどれぐらい儲かるかっていうことを見ると、資産 A は 5% だし、資産 B は 30% だし、資産 C は 60% なので、儲かり具合だけ見ると C が一番大きいんですね。でも同時にですね、儲かる資産っていうのはやっぱり下落するときも大きいんです。そうすると下落するたびにちょっとずつ傷んでいってですね、結局あまり増えないってことになりますので、このシミュレーションのグラフからも安定的にちょっとずつ増えていくっていうのは何よりも大事っていうことがわかるかと思います。それから、分散投資でブレが抑えられるってことで、なんかちょっとよくわかんないグラフかなって思うかもしれないんですけど、左のグラフを見てください。赤い線と青い線があって、これが資産 A、資産 B、別の動きをしてます。そうすると資産 A だけ持っていると上下結構激しいですし、資産 B も上下が激しいですね。ただ A と B を半分ずつ持っていると、この緑の点々の真ん中の線になります。だいぶ上下が抑えられます。つまり凹みが少ないんですね。これがやっぱり資産運用の中ではですね、なるべく減らさずにちょっとずつ増やすっていうことをそのまま体現してますので、やっぱりこう組み合わせるのは大事ですね。あとは実はですね、買うタイミング、これはやっぱり高値、低いところで買って高いところで売りたい。で、資産運用なんて簡単だ。低いところで買って高いところで売ればいい。なんていう本まで出てますけども、そんなことはですね、予想できないんですね。どこが相場の底だったか、どこが相場の天井だったかって、後日振り返ってみてあそこだったんだって初めてわかるもので、実は未来は予測することができません。ですから今安いから買いと思って買ってもですね、大体そのまま下がっていっちゃうことも結構多いですし、ここは判断できないんですね。なので我々ができることは淡々と同じタイミングで買う。つまり積み立てもこれと同じ理屈なんですけども、そうするとですね、結局過去の相場の平均値で買ってるっていうことに総じてはなるわけですので、タイミングを取らない、高値掴みで損をしたとか、底値で掴み損なったか、そういうことじゃなくて淡々と市場平均で買うということになっていきますので、まあここのタイミングっていうこともこう一点張りをするんじゃなくてですね、徐々に資産を増やすっていうふうに考えていただくといいかなと思います。で、それでもやっぱりなんか儲かる資産買いたいって思うことが多いと思うんですけども、このグラフを見てください。これはいろんな期間、5年間ですね。一番左が2008年3月から2013年2月。一番右が、2018年3月から2023年2月ってことになりますけども、それぞれの5年間の期間でですね、一番儲かるものって違います。一番左のグラフでは1位は金ですね。一番右のグラフではですね、1位が世界株式になります。そうやって、実は今これが儲かってるって言ってもですね、まあ5年経つと全然別のものが儲かっている。そういうことなんで、ずっと儲かり続ける資産はないということを覚えてください。5年じゃなくて1年で見たらどうでしょう。今年はどの資産が勝ったかっていうとですね、2020年、去年、一番右ですね、は金が一番上がりました。日本株式とか世界株式は結構、まあそんなにリターンが良くなかったんですけども、ただ一方2021年、右から2番目ですけども、一番こうパフォーマンスが良かった、儲かったのは世界株式です。こういう感じで1年単位で見ていっても、非常に統一性がない。つまりですね、その年とその年で、こう勝つ資産ってバラバラなんですね。なんで、金だけ買っていれば儲かるとかですね、世界株だけ持っていれば儲かるっていう考え方自体が多分違うんです。で、この真ん中のあたりにある4資産って書いてある緑で赤枠で囲ってあるところがあると思うんですけども、これはこの世界債券、金、世界株式、日本株式、ここの表に出てくる4つの資産をですね、4分の1ずつ持った場合っていう、そういうシミュレーションなんですね。そうするとですね、一番勝つこともないし、一番負けることもない。安定的に推移します。つまり、まあ、すごく大勝ちすることはないんですけれども、
先ほど覚えてらっしゃると思うんですが、資産運用で一番大事なこと、もう回復しなそうなぐらい大損しない。そういうためにはですね、やっぱりこの一番第5位に一度もなっていないこの4資産、4分の1ずつ持つ、これが一番力強いということになります。で、実はその分散、どういうふうにするかっていうことなんですけども、実は2段階あります。一つは先ほどみたいに世界株、日本株、それから金、債券みたいな感じでですね、いろんな資産クラスですね、それをまず、にこう散りばめて持つということが第1段階になります。第2段階は株の中で、資産をさらに散りばめる、債券の中で資産をさらに散りばめるということになります。株といっても皆さん、株っていった瞬間に頭に浮かぶ銘柄とかは全員違うと思うんですけども、そうですね、米株があったり、イギリスの株があったり、日本の株があったり、新興国の株があったり、インドの株があったり、それからバリュー株とか、そういう株もございますね。あと高配当株とか、そうやっていろんな種類の株がありますので、一言で株といっても一つの株の種類だけ見たら、だけ持っているよりはやっぱりいろんなものに分散して持った方が資産は安定的になります。それですので、ぜひ資産クラスを分散した上に、それぞれの資産クラスの中で、銘柄を分散するということを考えてください。で、我々が提供しているテオ、テオプラス16銀行ということで、16銀行さんのホームページでも紹介されています。16銀行さんのホームページの貯める増やすのところのロボアドバイザーで出てくるのが、テオなんですけども、テオともう一つ他社の商品が出てくるんですけども、こちらはテオの説明になります。我々はですね、分散投資を徹底して行っています。いろんな資産をですね、3つのカテゴリーに分けています。一番上、株を中心としたグロースのポートフォリオ、左下、債券を中心としたインカムポートフォリオ、右下、実物資産、不動産とか金ですね、を中心としたインフレヘッジポートフォリオ、この3つにですね、あらゆる資産を分類しまして、それを一人一人の年齢とか置かれている状況に合わせて組み合わせの比率を変えます。で、それで あなただけのポートフォリオを作る、そういうサービスを提供しております。で、そうですね、例えば株といってもですね、ここにいろいろありますように、日本株も入ってますし、中国株、アジア太平洋の株、インド株、ヨーロッパ株、米株っていうことで、すごいいろんな種類の株なら株で入っていて、債券の方も、米国の債券とか、米国の、投資的確社債の債券とか、米国のハイイールド債券とか、新興国の債券、それからインフレヘッジのポートフォリオでもエネルギー関連の株だとか金とか銀とか、そういうものが、あと不動産ですね、そういうものが入っています。で、実はですね、皆様が例えばじゃあ100万円手を入れてみようと、100万円入れるとすると、自動的に我々の方で最適なポートフォリオを組みまして、2万銘柄以上のものに投資するんですね。皆さん、もしも2万銘柄のポートフォリオをご自身で構築しようと思ったら、まあ多分何年もかかっちゃうかと思います。そこは我々が我々のノウハウを使ってですね、2万銘柄以上に投資をしています。ですから今年の3月、その先ほど例に出したクレディスイスが、ちょっとまずいことになって公的資金が入ってってことがありましたけど、クレディスイスの株もやっぱり一部入ってたんですね。ただ2万銘柄投資してますから、まあ、0.00 何パーセントみたいな感じでですね、はっきり言ってその値段には資産全体を動かすほど の量ではないかったです。ほとんど減らないので、まあ、お問い合わせもないというそういう状態だったんですけども、あ、分散投資って強いなってその時も思いました。で、分散投資の、まあ、続きなんですけども、実際にですね、このテオの代表モデルポートフォリオですね、それを見ていると、右側の図ですね、このコロナショックの時は一番世の中下がりが大きかったんですけども、世界株式が 21.3% 下落、日本株も 19.7% 下落したんですけども、テオは 18.2% の下落ということで、やっぱりへこみが少ない方が、その後の戻りが大きい、戻りやすいということになりますので、ここでも分散の効果は出ているかと思います。で、テオの代表モデルポートフォリオっていうのは、まあ、40歳のポートフォリオをここで出してるんですけど、結構年齢でポートフォリオと違う、ふさわしいポートフォリオ違うんですね。40歳だと大体グロース株式が半分ぐらい、それから安定資産のインカムが 35% ぐらい、それから実物資産が 10% 強と、そういうような比率になってます。
で、私が年齢によってふさわしいポートフォリオが違うっていうのを申し上げたんですけども、ちょっと例で示したのはここなんですね。ここ一番左が35歳、真ん中が55歳、一番右が75歳の場合のモデルケースなんですけども、どういうことかっていうと、35歳はまだまだ、老後まで時間があってですね、ある程度、まあ、ハイリスク、ハイリターンの部分、まあ、ハイリスク、ハイリターンって言っても、イメージされるよりずっと小さいと思うんですけども、株式の方、株式は、まあ、上下が結構、債券やインフレヘッジに比べては、資産の上下が大きいんですけども、それちょっと下落してもですね、時間がたくさんあるので、やっぱり回復する可能性も非常に高い。で、普通は、まあ、増えていくっていうことで、ある程度リスクを取ってもですね、ガンガンを増やしていきましょうっていうことで、グロース、つまり株の部分が大きくなってます。これがですね、我々毎年お客様の年齢が一つずつ取ってきますので、一年ずつにこう、ポートフォリオを実はお一人お一人をリバランスしてるんですね。で、55歳になる頃にはこれがちょっとずつリバランスされてですね、株がちょっと減ります。まあ、55歳ですと引退が見えてきますので、もうちょっと、ガンと減ることがないような、まあ、とにかくこう安定的安定的って思考になってきますので、インカム、つまり債券ですね。債券のポートフォリオが株のポートフォリオよりも大きくなってきます。そしてインフレヘッジのポートフォリオもちょっと増えますね。で、75歳、リタイア後なんですけども、これは、まあ、お金を減らさない。もうとにかく守っていくってことを中心で債券を6割持ちます。そこからここで、実は注目の部分がインフレヘッジですね。75歳ですと、まあ、年金生活であるっていう可能性が高いと思うんですけども、その場合、まあ、インフレがどんどん進行した場合には、年金ももちろんインフレに合わせて増えるっていう設計になってますので、増えると思うんですけども、それはもしかしたらインフレのタイミングよりもですね、ずっと後になるかもしれない。現役世代は、まあ、お給料で反映されても、年金に反映されるにはそれより時間かかるかもしれない。なぜなら年金というのは現役世代から払われたものを再分配してますので、現役世代のお給料が上がってから年金も上がるというふうになる可能性が高いと思うんですね。そういう時にですね、いち早くインフレに連動するインフレヘッジの、部分、ここを増やしておくと資産がやっぱりインフレに合わせて動きますので、インフレによるダメージを最小限にできるということになります。我々のテオの特徴、大きな特徴いくつかあるんですけども、そのうちの一つはですね、こうやって皆様が長く預けてくだされば預けてくださる期間に応じてですね、ちゃんと年齢に合わせてふさわしいポートフォリオを構築するっていうことになっております。まあ、これをちょっと説明したのが、まあ、こちらになるんですけども、左側を見ていただくと、一番左 の, 薄い水色のところがですね、ここが株。その上 の, 真ん中ぐらいの濃さの青が債券。で、一番上がインフレヘッジなんですけども、年齢に合わせてこんな感じでですね、資産配分を変える。そういうことを一人一人の皆様のポートフォリオに対してしております。こういうふうにですね、資産運用ってなかなか難しいと思うんですけども、ぜひ皆様が資産運用をするときにはですね、短期的に売りと買いでどうとかっていう投機的な考え方ではなくて、長期的に資産を持つということを前提に考えてください。私は長年機関投資家 の, 皆様に対するサービスで資産をやってまいりましたけど、機関投資家はやっぱりすごい 一日中それをやってるわけですし、それからキャリアで何十年もやってるわけですし、やっぱり個人投資家よりどうしても詳しいです。それから情報端末っていうのも普通の個人では導入できないような契約で情報を世界中から集めていますし、あとは機関投資家同士のですね、コミュニティっていうのもありますので、そこで最新の情報がやり取りされています。それは個人はちょっとアクセスはできません。それですので、基本的にはですね、個人が機関投資家に勝つことは非常に困難というか、まあ、まずは不可能なんですけども、一つだけ個人が勝てる、そういう要素があります。それは時間を味方につけるということです。機関投資家は仕事として運用してますので、やっぱりこれ以上損した方がいい。持っていれば、戻るって分かっていても、会社の規定でですね、ある程度まで資産が、値段が下がったものは売却しなければいけません。それから、今これを買うのがチャンスとかですね、あってもですね、ある程度以上は、買うことができない。これも社内の決まりで決まってるんですね。あとは、まあ、
半年に一度とか1年に一度、それで成績が評価されます。ファンドマネージャー評価されますので、やっぱり長期的な目線じゃなくて短期で動いてしまったりします。その分、個人投資家は、まあ別に何の上司に大きを取る必要もございませんので、長期的な目線でちょっとぐらい減ってもですね、うろたえることなく持っていれば、やっぱり世界の経済成長の平均ぐらい、これって 7% ぐらいなんです。長い目で見て 7% ぐらいなんですけども、そういうことが過去の実績から見るとリターンとして得ることができる可能性が高くなってます。ですので皆さんもぜひですね、資産運用するときには長期的に短期的に儲かる儲からないではなくて、個人の強みである、とにかくずっとこう持ち続けることができるという個人の強みを生かしてですね、長期で分散投資をしていただければと思います。セミナーを聞いていただきどうもありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。